さんにね、ございます。この旗見ていただいて分かりますように、今朝はめちゃくちゃ寒いです。寒いです。カイロ貼ってくるの忘れました。2日前まで4月下旬並み、めちゃくちゃ暖かかったんですけど、僕の季節に逆戻りになりました。めちゃくちゃ寒いです。もう1時間ぐらいこんな風に吹きさらしになっている状態で戦わせていただいております。まあ、先ほどもクラクションいただいたように激励の、手振りやクラクションをいただいています。寒いんですけども心はすごく温まっております。本当にありがとうございます。まあ、こんな時期ですので、福岡市内結構くまなく歩かせていただいておりますが、やはり改めて気づかされるのは、福岡市には本当に宝がたくさんあるというところです。まあ、言葉で言ってしまえば簡単に聞こえるんですけども、忍者しがらき役は湯気及ばず、お茶、お酒、米、まあ、本当に美味しい、宝の宝庫でございます。しかしですね、まあ、例えば、まあ、忍者なんかは世界的に有名ですけれども、例えば米、福岡の米ってやっぱり知られていない、知らないという方も多い。お茶もそうですね。滋賀県はそもそもお茶の産地だということを知らないという方結構多いです。やっぱ私たちもっともっと発信をしていかないといけないんじゃないかなと思います。特に農作物の輸入輸出というものも積極的に私たちはやっていかないといけないと思います。福岡の美味しいお米、お茶しっかりと発信していく、お酒もしっかり、そのためには2年後に控えています大阪関西万博は待たせないチャンスでございます。このチャンスをしっかりと掴んでいく、もう2年しかありません。滋賀県政においてこれをしっかり掴んでいくことが私たちにとっては非常に大事なことでございます。そこを目指してしっかりと頑張っていきたいと思います。寒いですが皆さん、お体に気をつけて今日も一日頑張っていきましょう。頑張りましょう。